はいどうも、株式会社代表取締役平沢和樹です。どうも、言っていいんすか。一応俺もうろたえと思ったな、今。どうも、でんがんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。徳野良です。あすけんです。ゆうです。おやすまです。あっつみさみさです。どうも、うんとうです。おてぃです。まかです。ひろまえです。まるです。すんです。というわけで、2021年度株式会社社員総会。名前出します。はい、というわけで、メインチャンネルをご覧の皆さん、まあ私たちね、実は株式会社という会社をやっておりまして、あ、言うんですよ。チーム花尾電眼というのは、もう積分サークル含め、こんなに大量の人員によって支えられているということで、皆さんいつもありがとうございます。お疲れ様です。頑張って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 。まあ、というわけで、今回は、この1年のね、頑張りを称して、なるほど、まあ、動画に映ってる、映ってない関係なしに、この組織で、まあ、頑張った人をね、まあ、いろんな賞が、今回は16個ぐらい。すごい。パッと見な、もっとあるで。もっとある、これ。パッと見な、20個ぐらいあるで。俺も知らんうち、賞増えてるんだけど。俺、勝利したい。こっち8キロやろ？こっち10点、20個ある。20個あるのか。20個あった賞増えてる。というわけで、やっていきたいと思います。メタバースマウィンズエンターテイメント。クライズじゃないじゃあまず第一部門は、メンバー間投票部門、はい、で、まあ、メンバーが選んだ、まあ、第1位ってことですね。メンバーからですね。ここの中から。ちょっと待ってよ。てか思ったんですけど、うん、これは触れないですか。触れるのクリスマスだから。じゃあ年末の静かなような。じゃあクリスマスだから。でも一体感あるしなんか。それではまず一つ目、見えないところで頑張っているスイトンの術匠です。なんだ見えないよな。これ痩せてるやつの方が有利やな、やっぱり。俺とかやっぱみんなの目に映ってもらうから。見てもらうから。やっぱそのスイトン無理やわ、やっぱり。なんか池の水溢れちゃいますね。太いも言い過ぎやろ、お前。当たり前っすね。ウィーゴーズ言いたい。お前も言いたいことやな。お前も言いたいことやな。ブレイクじゃないっすよ。いや、ブレイクなんじゃない。何言ってもいいってわけじゃないから。年末言った悪口は次に持ち越されへん。いや、持ち越されへんねんな。あ、オッケーオッケー、よかったよかった。では3位から発表します。はい、スイトンの術匠到着2位。おお、すごい。おー、ハシケンスン。おー、すごい。スンはなんか編集頑張ってた。それは見える仕事じゃないですか。確かに見えてた。編集頑張ってくれてるね。ハシケンはなんかいろいろやってた。出た。これに関してはちょっと案件とかいろいろやってくれてましたし、結構ね、気まずい雰囲気とかもちょっと保ってくれて。じゃあお前ら気まずいんや、そもそも。そもそもお前ら気まずいや。気まずいや。それなんでや。で、じゃあ優勝。はい、いきます。栄えある第1位はみさみさん。はい、スイートの実証優勝おめでとうございます。おめでとうございます。いや、実は一つずつの賞に景品があるんですよ、今回。おー、年末でもらえるって言われてたから。あー、自分が多い。自分で取らせていただきます。自分で。今回の賞は俺らも許すよ。そう、この人ずっと続けて、普段5000円とかで許すね。今回総額いろいろ合わせて50万ぐらい。マジで？マジで？高い。お前そう。ルントンの学費やんけそれ。これみんなの学費。ルントンの学費。次はですね、失敗は経験のもと失敗よ。第1回失敗よ。まあ一番、まあ業務中になんか見捨てたやつ。これ3位からですか。いや、1位。これつまり存在のゴミ賞ってこと。あ、失敗王はですね、無能でございます。無能。無能。あるあるある。え、言い換え、ちょっと言い換えやめてよ。無能王同率2位サルエルピロマル。サルエルとピロマルは主に入ってた理由としては、まあ遅刻がまず多い。なるほど。あとはピロマルは小指を骨折していた。
右足、右足ね、右足、わけのわからないタイミング、あれは、あの、あれね、書いてほしいです、俺も書いてみんな軽い気持ちで投票したのが無能王までなるときついですよ、やるというわけで、流行る第1位は戦士今回はですね、目黒くんの実際の中身見ていただいて、結構ショックでちょっと諦めないです結構ショックなんだよこれ。あ、これがスーンの主な理由はカンコレで歩く方向間違え、あいや、それはお前それをやったわ、これがノラのノラのおっかりだ、そういう感じだった、なんでかね、あの金1万円以内、右の通り贈呈いたします、応援の企画を考えてきてください、あ、近くに一番やってくれるんだけど、おい、ちょっと、すん、みささんに怒ってるぞあの、さっきのあれと、差がでかすぎるって怒ってるぞ次はですね、はい、最もおしゃべりだったコミュ力バースト大臣賞です、いや、これはどうだろう、これはもうちょっと予想がつきやすいっすよね、これは予想つきやすいっすね、俺かみささんでしょ、まあ、俺かみささんでしょ、いや、それは高いじゃん、はい、第3位、はい、はい、わがくん、やったまあ、わがはなんか相談に乗ってくれたとかそういうの、あ、なるほど、第2位、はい、はい、さあこれどっちでしょう、どっちでしょう、どっちでしょう、バリコさん優勝ってやつおる、これいや、まあでも俺でしょ、これさすがに、おっ、おっ、この小見力大臣バースト賞優勝はミサミサ、お前がクリーンだ、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 これがいいやつやったらほんまにもうこのすん書いてよ、喋るから喉が痛い、いやいや、おい、そう思ってんぞ、そう思ってんぞ、自分が喋るんだよ、そう思ってんぞ、え、今年ミサさん多いな、お前お母さんもあるよ、お母さんもあるよ、それだと、俺もミサさんに入れとるから、なんなら、あの尊敬してますって書いてる、俺もミサさん、俺もミサさんに入れてるから、ちなみに、急遽はってよ、あ、そうだな、次は、サポートが充実していたゴール前アシスト賞、まあ、動画の、まあ、ただ準備とか、あ、そういうこと、準備やということは、まだまだ、なんか寄ってくる、これ滝商品、滝商品だ、滝商品やろ、やっぱ、ええ人なんで、その人はちょっとダメになってほしいと思って、人をダメにするソファーにしました、めちゃいいよ、めちゃいいわ、アシスト王賞、同率にオッティノラでーす、1だと思う人、まあ、まずいね、まあ、俺かな、いや、そうっすよね、全然あると思う、あいつ後で何票か発表しますよ、何票か発表しますそして1位発表しよう、はい、優勝はミサミサさんでーす、メンバー間投票賞第、最後は、個人的にありがとうって言いたい賞、これ嬉しいんじゃん、これいいですね、いや結構これはいろいろ分かれてる、わがまる、俺誰見えたっけ、車の足っていうあれが、これか、足言うな、じゃあまず同率第2位、はい、まあいるんや、2人、ピロマルノラです、一応これ電眼からピロマルに投票入ってるんやけど、我々のボケで嘘でもいいから笑ってください、我々のボケ今年はよく笑ってくれましたほんで第1位はですね、2人います、個人的アタス賞第1位は花尾和賀です、おばがんは、マジでもう車の運転をとにかくもうマジマジマジお前でももう日本代表ぐらい足日本代表ぐらい足りない、入れてくれてる人もわかるやろ、広丸さんはもう忘れてもらう、あ、普通に関さんの企画の運転全部わからない、なるほどなるほど、で、僕はですね、なんかまあ観光とかね
あイベントとかすごい、まあ、そういうの連れてってくれてありがとうございますという、いやそれはもうありがとうございます、それも間違って何の目も言おうが、こちらこそありがとうございます。そして商品が、商品がこちらですね、はい、スピーカーありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。参加される方は、まあ、いつもね苦労してはるから、はい、じゃん、あー頭のね、お頭のゴシゴシするやつ、ありがとうございます、ありがとうございます。これで一旦メンバー投票の部門はこれにて終了です。なるほど、ちょっと待って、え待って、ミサさん強すぎる、いやマジで強い、ミサさん、あの3、え5個あって3つ取れます、5分の3、どっかわかんない、実際でもマジでほんとめちゃくちゃ裏でやってくれてます、すごいすごい、あの裏方あっていうのはやっぱね、いいんじゃないですか、それ本当にいつもありがとうございます、本当にそう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あんだけ言ってたけどみんな感謝してます、だってお前らが入れてるやつ、だからその3つ全部入れました、あーそうです、全部入れました。じゃあ続いてはですね、リアル数字部門、ユーチューバーとしてどんだけお仕事をこなしてきたかっていう、なるほどなるほど、じゃあお願いします。これは僕もまだあの誰がどうとか知らないんで、じゃあ1番、この1年一番企画した回数が多かった人を発表します。そんなもうそれこれそうなんですかこれ、ベンガさん20本、2位スン37本、はい、栄えある1位は花尾さん62、花尾さんにはこちら目録、日本最北端の宿ホテルめぐま、金3万円宿泊券、右の通り贈呈いたします。出向ですか、出向やん、しかも俺が書いてるってことになってんけど、めちゃめちゃ代筆されてんねんけど、この1年一番多くチャンネルに出演した人発表します。1位スン105本、すごい、スリーの化粧品でございます。編集した人です。1位花尾さん64本、マクドナルド1年分です。すげえ、次は一番数字を取った動画を考えた人、バズり大賞です。いやそんなの入った。3位から発表します。3位、親子で学ぼう、性教育したい母親の悩みだけで勝手に質問コーナーしてみたらひどすぎ笑ったの企画者は花尾さん、まあ、多分僕じゃないかな。あ、そういう感じだ。知らんねや。知らんねや。こちらの回数が242万回再生されます。すげえ。すごい。これが240万ってどう捉えればいいんすか。いや、なんかクリエイティブとかじゃなくて、下ネタで撮った数字が。全然くれえよ。だから、広まりにありがとう。しょうがない、俺らのさ、わけわからんおじさんの下ネタ聞かせられて、笑ってくれてありがとうって言ってたら、来年もよろしくな。はい、じゃあ第2位、はい、怖すぎ、先生と生徒を逆にして生徒に聞かせたら先生圧倒する神事を炸裂した。ありがとうございます。これはすごい、これあの、一個みたいだけど、これ俺がオリジナルゲーム出してるんやけど、これ実は授業動画に出てるポケモンの女の子、あの子が考えた企画なんですよ。だから僕これちょっと手柄もらえません。え、あの子、実はあの子、すごい、いっぱい先生がいると生徒の構図じゃなくて、なんかその構図がちょっと違うやつやってんな、俺が言ったやつは。でもルンちゃん、あ、でもルンちゃんって言う子なんやけど、ルンちゃん、ルンちゃん、ルンちゃん、その子がこっちの方がいくないっすかみたいな、もういいじゃんそれってなって、やったらこの再生数、いやすごい、それはでも言った方がいいな、それ言った方がいい、これはもう僕はもうちょっと手から受け取らない、確かに確かに、正直こんな再生されると俺ら俺邪魔だったから、正直ごめん舐めてた。じゃあ栄えある第1位は、神回ヤンキー生徒を操って超天才ドッキリしたら教師の反応がマジ大爆笑すぎた。やったー、おめでとうございます。頑張ってくれたからな、あの台本まで用意してね。そんな電ガさんにはこちらプレゼントします。何ですかこれは。ありがとうございます。なんと楽天上半期ランキング売り上げ第1位のカントガワのクリガニです。おー1位、すごい、すごい、
あれはでも俺だけの力じゃなくてあの瞬間のヤンキーの人たちの功績でかいから。いやほんまそうです。あれでプラス300万再生ぐらいすると思う。そしてはい、今ので数字のやつが終了したので今度は視聴者さんからの投票系に行きたいと思います。おはようございます。今回なんと視聴者さんから6321票もいただきました。おはようございます。今年一番ユーモアにあふれていた人は誰でしょう。おーすごい。おはようございます。第3位から言います。622票ルトです。おーおチャロチレ侍。もう侍に助けられてんだもん。そうそう、それで侍の後か。そうそうなんよ。そこの追い上げがすごい。2位いきます。752票ベンガーさん。おーおー、やったー。今年も下ネタ面白かったです。やってもうたちゃっかりお前でも今年なんかあの YouTube 界の教育者ランキングが入っとった。あれでも何とか分からへん。ほんまにあの人はもう別の人格やから。あれ別の人格やから。第1位は2078票花尾さん。ありがとうございます。これはちょっと嬉しいですね。イラストや駆使する系の動画が天才的だった。あー、そういう系あれは天才。あのゲゲゲのチョリゾーンも良かったよ。ポケモンね。ポケモンね。命名も一材だった。ありがとうございます。嬉しい。特注しました。プレゼントします。ネクタイじゃん、ネクタイ。パンツ、やばっ、これ、ちょっと。おいおい、コミーとおい、ちょっと待って。葉っぱの裏の気候みたいな感じ出すなよ。誰が公平さえ、でかくね。めっちゃでかくね。誰が公平さえ、これ生えたらなんか生殖機能失われそう。やめてくれ、やめてくれ。やめてくれ、これでちょっと嫌や、立ちたくないわ。立ちたくないって、どっちかわからへん。リードしたんで、レンガンさんいますね。やっぱりレンガンさん、祈祷ポジね。レンガンさん、ちょっと濡れるっていうな。まあ、ほんまはちゃんと。じゃあ、続いて一番知性あふれるインテリだった人。おーすごい。俺は俺でも俺ではない。花尾ちゃん、花尾ちゃん。オッティとかさ強い可能性ある。オッティやったけど、女子のことやったらマコめっちゃ強いで。なんなんすかその女子。すごい待って、マコ強い。第3位スンです。おーすごい。第2位はレンガさん。やったー。おーまた2位。流行る第1位は2379票オッティです。おー知性を問われるどの動画でも圧倒的に活躍してたと思う。マジかっこいい。ちょ、最後の話終わった。マジで。おい、こんなのも。いやー、俺かっこよかったら1位やったわ。やったやったやった。いかに謝るよ。カーボーイ、それでも手に入れたら。いやいやいや、カーボーイ。カーボーイ、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 カーボーイ。何それ。まあこれ俺嬉しいかも。何それ。何宮廷だよ、カホセット。何やろ、やばいこれ。最新これめっちゃ嬉しいよ。最新は熱い。はい、続いては編集メンバーで最も編集技術がすごいと思った人、編集キング賞。これですよ。これよ。結構ばらけましたね、こちら。これはでもマジで分からんな。第3位から発表します。はい、1194票、花尾さん。おーよかった、入ってた。どんな素材でも面白くなる。ワードセンスがズバ抜けてる。よくそんなこと知ってんな。どんな素材でも元素材でドロップボックスバレてます。俺ら言うな。第2位は1364票、マコ。おーすごい。筋肉がある分、編集が力強かったから。いやいやいや、何この恐れ。これで無理だ。これは言うもんやないかい。それは流行る第1位は2286票すんです。おーおーすごい。おーおーめでたい。あー、めでたい。え、M1 プロマックスです。 M1 プロマックス。あー、私一番欲しかったです。あー、ペン。なんと、おお、ハリーポッターマントです。あ、結構好きです、ハリーポッター。おー、編集者っていうのはいろいろグリーンバックとか使うやんか。あ、そういうことか。来たら消える。来たら消えます。えぇー、嬉しいマントです。続いては、はい、花でおよび関さんの動画で最も好きなツッコミテロップは何ですか。あー、あー、これはちょっと技術よりも何よりもここにやっぱね
よ。みんな命かけてるから。え、俺の死なんか。性教育の教を、あの、代表の教にした人は？あ、それ僕です。あ、俺あれ1位と。あ、我がマジで上手いよ。我が強い。たまにね。じゃあ、第3位から決めます。同率2つあります。はい。1つ目が、カミチル、カミチルさん。あ、それ花丸。花丸。もう一つが、魂がログアウトしてる。おー、やっぱ花丸や。ありがとうございます。やっぱ花丸や。ありがとうございます。やっぱ花丸。第2位は、事案。ええ、あー、もうそんなんいっぱいあるやん。もう事案がとりあえず漏れてるの。はい。事案って言ってもあんま使わないですよ。あんま言うんですよ。1位もそういう系なんかな。そうなんですよ。え、ピーファー派、コミチルシャ派。はい、正解です。えお前、俺以外使わない。あ、でも俺も使わへんな。ゆゆさん、ゆゆさん。コメ、コメ、コメやろこれ。コメ印、コメ印やから。はい、コメ印なので。コメだわ。それはうまい。正直、編集者のモチベが下がる。下がる。もう、なんかもうツッコミてるババ力入れていいかな。これからだから、いやもうコメ印でもよくこの流れでお前ちゃんと入ってたの。確かに。この流れでお前ちゃんと入ってたの。はい、次言います。今年の花でおよび関さんの動画で再生数が伸びてないけど頑張ってた、あるいは凝ってたなと思う動画。渋いな。俺そういうの得意よ。こちらはですね、人生の無駄遣い賞を、あの、渡させて。いやいや、もうダメだ。ダメだ。ダメだ。やってんじゃん、こっちは。お前ら、これ、花尾さん命名やからな。お前、やめろ、言うなって。言うなって。死ぬな。第3位から言います。ご報告、活動休止していた件でご報告があります。はい、じゃあ第2位は東京フラッシュです。あー、確かに。確かに。正直、俺の、俺とマコの。いや、マジです。150万歳くらい。いや、竹10名の無駄って言われてます。鬼時間かかったから撮影。深夜23時から朝の7時まで撮影してます。そう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 。だからあれマジでもう一回見て。もう一回あれ、しかもあれ鬼似てんねんから。栄えある人生の無駄遣い賞第1位は、もしエヴァの世界戦でも。ありがとうございます。見られてる。ありがとうございます。評価されてましたね。ありがとうございます。最後はですね、最後か、存在がゴミ賞なんですけど。なんだそれ。当初はオフィスを一番汚くした人。俺はこのここまでの一連の流れ踏まえて、誰がゴミかよ。俺もゴミですか。バカやな。使わなあかんことあるやん。原さん、定義お願いします。定義はもうおのおのでいいよ。だからゴミというものを定義しないことによって人が傷つかない。だから、おのおののゴミがあるから。これ、ちなみに商品聞いてみる、一旦。確かに。これ、これちょっとな。確かに。あの、今聞かん方がいいわ。今聞かん方がいい。なるほど。うんこ1年分とか。あれんのや。では、はい。存在がゴミ賞、発表あんま言わないほうがいい。同率3位。何やねん、それ。3位のゴミで。3人います。えぇ、俺入ってそうやな、これ。デガンマコスン。わあ、マジで。おいおいおい。マコは、今日の服が黒くて鬼みたいだから。ちょっと待って、それ書いたいっすね。あれ、あれ、はい。デガンさん、髪の毛にゴミが絡まりそう。ちょっとうるさいけど。絶対お前。違う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 。それはお前がトレンドスドッキリやるとか。いや、そうなんやけど。しかもそんな伸びてないし。伸びてないし。花尾さん。はい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 。理由はよく落ち着かすから。まあ、花尾さん何票ですか？3票、3票。俺らが2票か。残り6票、残り6票がもう。6票で5票以上って。5票以上入ってるってことだよね。もう5位っすね、それ。5票、5票。何やそいつ、ほんま。じゃあ、いきます。栄えある存在がゴミ賞第1位は。はい、はい、お疲れ様です。正解集ね。お疲れ様です。第3位の3人。理由だけ、今日の下り的に。
動画の中で間違いない、間違いない。今日のくだり的にとかみんな言うてんのに、誰俺の髪の毛ゴミ言うてそうよ、どっちなんすか、怒らへんから誰切れへんって、なんか証明してやつ書いてもええから、書いてもええから誰か教えてほしい。絶対若いけどな。竹田さん書いて持ってきてくれたら言いますよ。いや、言いますよ。せーの、うんこ。確かに。どういうこと、どういうこと、誰も分かってない。あと1年分のうんこもらえるって言ったそんな終わりですか、これで。ということで、今回株式会社ホエ社員総会総合優勝、花尾さんです。マジで、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかめっちゃ申し訳ないけど、俺が払おうとしてたこの賞金10万円俺が回収するっていう。じゃあ今からこの賞金10万をかけて、お前ちょっと大丈夫かお前、お年玉バトルじゃん。